さあ続きやっていきましょう。いよいよ今回からね、激震フリーザ編突入ですね。はい、ちょっとねオープニング表示したかったんで、はい、ね動画にしていきたいんですけども、さあ行きましょう。データ引き継ぎできますのでね、行きましょうか。はい、ここまでは教習サイヤ人編の教習サイヤ人、教習サイヤ人ってあれか、なんだったっけ、ドクターウィロー編か、はい、のやつなんですけど、ここからはね、はい、激震フリーザ編ですね。いきます。いや、楽しみ。はい。はい、じゃあまあ一応読み上げていきましょうか。前回動画もね、読み上げましたけども。はい、目指せドラゴンボール、故郷ナメック星。はい、地球を滅ぼしドラゴンボールで永遠の命を得に来たベジータ率いるサイヤ人との壮絶なる戦い。その戦いの中でピッコロは死んでしまった。一心同体である地球の神もなくなり、ドラゴンボールも消滅してしまった。辛くも Z 戦士たちは勝利を収めたものの、悟空の情けによりベジータを逃してしまった。しかし悟空の受けたダメージも決して軽いものではなかった。そして地球に平和が取り戻され、悟空たちはわずかな休息の日を送っていた。その頃惑星フリーザではベジータの治療が完了していた。しかしベジータは悪の帝王フリーザが永遠の命を得られるドラゴンボールを手に入れるためナメック星へ行ったことを知り、急いで自分もナメック星へ向かった。はい、無謀にも反逆者となってまで。その頃地球ではピッコロと神様を蘇らせるためナメック星へ行く計画が練られていた。しかし悟空の怪我はまだ完治していないので、残りの Z 戦士がナメック星へ向かうこととなった。フリーザ軍団との戦いや数多くの危険な出来事が待ち受けているとも知らずに。はい、オッケー。ちょっと長いよね、激震フリーザのこのあらすじってさ、長いんですよ。はい、まあまあまあいいでしょう。もうね、早速宇宙空間に放り出されましたけど、オリジナルのね、激震フリーザとちょっとマップが違うんですよね。まあ、教習サイヤ人はね、割と原作にこう、近いような形、だいぶ踏襲した作品だったんですけど、もしかしてこの感じからいくと、激震フリーザから何かこう、劇的な変化っていうのが、ね、もしかしたらあるかもしれない。そういうのも含めてちょっとね、楽しみなんですけど、これって明日はいけないのか？基本こっちか？はい。あ、ちょっと待って。能力とか見てみたいよね。はい。まあ、引き継いでるね。レベルは引き継いでる。OK。で、カードも引き継いでるね。はい、オッケー、わかりました。小ガメラ使いたいけど、これ、悟空に全部ぶっぱしてもいいんじゃねえかな、とか、ちょっと思ってて。ちょっと今のところ残しておきますね。さあ、行きましょうか。いらない流派をまず使っていくか。修行の感じもどうなんでしょうね。一回寄ってみます？あ、これ休みだわ。休みですね、これね。何？もう疲れたの？はい、ごめんね。はい。これはもう早速、あれだね、激震フリーザにはなかったシステムじゃないですか？これ。多分、そうだよね。ちょっとカード売り場行ってみようか。カード屋さん。まあ、状況はあんま変わらんね。はい。あ、でもカードのさ、あ、変わりましたね、アイコンっていうか。これも激震フリーザ仕様にはなってる。はい。OK。はい。敵ももうまんま激震フリーザっすね、これね。オートで行きましょう。いいですね。激震フリーザ懐かしいですね。いいね。オッケーオッケー。いいですよ。オッケー。いった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 。なになになに？早期弾か。いいですね。いや、ちょっと敵強くないっすか？なんかいきなり敵が強くなった感じがするな、これ。いあ、聞こうかな。だよな。ようやく一体倒したっていう感じだから。これちょっといきなり敵強いぞ。OK。拡散エネルギー派とか撃ってくれるんだけど。あ、撃った撃った撃った。OK、OK、OK。いいね。やっぱこれよ。激震フリーザーのね、クリリンって言ったらね、やっぱこの拡散ですよ。拡散エネルギー派。これ連打してりゃもう間違いねえんだからっていうね。そんなところありますよね。まあ先行いった。おお、いいですね。OK。250の経験値だって。キャパシティはまあ変わらんか。250の経験値。ちょっと待って、能力見てみよう。
250、ああ、でも割とすぐ上がるな、これ。この辺でも10回戦えばレベル上がる感じだから、まあ、これ序盤は結構レベルサクサク上がるかな、どうかな。はい、修行は同じかな。ああ、でもやっぱこの曲いいよね。うん、同じパターンっすね、これね。これしかないんじゃないか。これしかないよな。うわ、これか。こっちだな。まあ無理して、まあいいか、この辺でやめとくか。おお、すーげー経験値もらったよこれ。たった4回でさ300いくら経験値もらいましたよ。じゃあ10回とか行ったらどんだけもらえんのって話だよね。すげえな。オッケー。謎の宇宙船と出会ったら、もう接触しましょう。中にいるのは子供たちばかりだ。お前らフリーザの仲間だな。はい。僕たちは地球という星から来たものです。決して怪しいものでは。そんなことを信じられるか。うわ、なんだ。はい。その時謎の宇宙船は小惑星とぶつかってしまった。その衝撃で壁が崩れて落ちてきた。その下には大勢の子供たちが。Z 選手はエネルギー波を発射。壁は粉々に砕け散った。子供たちは無事だ。ありがとう、助かったよ。すまなかった、疑ったりして。僕らの星はフリーザたちに奪われてしまったんです。あんたたちもフリーザの仲間だとばかり。ところであんたたちはどこまで行くんだい？ナメック星だよ。ナメック星？それなら近道を教えてやるよ。ここから南に実は通れるところがあるんだ。でもその先には南？急いでいた、Z 選手たちは少年の話を聞き終わらないうちに宇宙船を飛び出してしまった。はい、まず突っ込みどころが満載なんですけど、宇宙空間に北も南もあるのかいと。あとちゃんと人の話は最後まで聞こうなっていうとこなんですよね。はい、まあ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 、まあまあいいか。はい。だからこっちが多分正規ルートなんでしょうけど、まあこれ、このまま南下していけるんじゃないかな、こう。どうなんかな。ちょっとわからんけどね。で、目的地がどこなのかがよくわからないんだよね。ナメック星ってどれっていう。この緑の、いや、違うかな。ちょっとわかんないっすよね。うん、まあいいや、じゃあちょっと、南下していってみましょうか。宇宙空間だけどね、北も南も、まああるわけないんですけど、南下しましょう。はい。まああくまでね、表現的にね、そういう表現をするということで。お、いけない。近道もクソもねえじゃねえかよ。待って。いけないよな。いけないな。壁すり抜けるとかできるかな？できないか。いや、いけないな。基本的にやっぱこっち行くしかないのかな？いや、ちょっとわかんねえな。右行けない。下行けない。左行けない。いや、じゃあ、こっち行くか。しょうがない。ちょ、亀ばっかりなっちゃったな。亀だよ、もうこれ。休憩しよう、ここで。オッケー。ね、どうしようかな。クリリンさ、これ、作戦、オプション、作戦。クリリン、これ、拡散、エネルギー派、これ、指定の技ってできないのかな？これって、どうやって変えるんだろう？指定の技。いまいちよくわからんな。よくわからん。これ、変えられないのかな？いや、じゃあ、とにかく音だな。あれ、ちょっと待って。これか。あ、ごめんなさい、間違えた。さあ行きましょうか。じゃあ、ここなんなんですかね。ちょっとよくわからんな。多分どっかショートカットできるとこあると思うんですよね。ちょっと探していいかい。ちょっと探していいかな。この辺とかさ、いけないかな。どうなんすかね。この辺とかさ、
行けないか。ここちょっとあからさまに怪しい気がする。ここ。ここは怪しいでしょ。ほら、やっぱり。長年の経験がね。いや、ちょっと行って大丈夫かな。ちょっと不安だな。セーブしとくか。セーブしとくか。はい。よし。じゃあ、ここ、多分ね、原作通りだったらバトルになると思うんだよな。謎の惑星に接近した。おお、他の星からのお客さんだ。ようこそナメック星。お飲み物はいかがですか？飲み物を飲んだ途端、頭がクラクラし、気が遠くなってしまった。はい。どのくらい気を失っていただろうか。手足は縛られ、さっきのナメック星人の代わりに見知らぬ異星人が立っていた。俺たちは偉大なるフリーザ様の配下の者だ。この近くの惑星を侵略するために来たのだが、宇宙船が壊れてこの星に不時着したのだ。お前たちの宇宙船をもらっていくぞ。はい。来たね。まあ、あんまり変わり映えない感じではあるけども、拡散エネルギー派でいきましょう。いや、曲かっこいいね。どうしようかな。老化夫婦剣、早期団ちょっと行こうか。こいつボスなんだよね、多分ね。指針の剣気候法も行きましょう。超能力。そしてご飯は魔線香。行きましょう。ほい。きたーっ。よし、ゲイ。いいですね。食らってる。結構食らってるね。はい、来た。まあ、先行いきます。おっしゃ、ボス、あれだね。防御1だから、結構食らったな。大丈夫か？割と楽勝なのかな、これ。割と楽勝かもしれんな。OK。はい、ちょっと動き遅くないですか？もっと速くなかった？動き。それともパソコンの処理が重いだけなのか。あ、もうボス倒しちゃったね、これね。オッケー。あとはオートでいいや。オートだったら速いのかな？もしかして。あ、それっぽいな。オートだったら動き速いっぽいか？オッケー。よし、楽勝。オッケー。そして、うわ、参った。あんたたちがこんなについては知らなかったんだ。どうか命だけはお助けを。Z 戦士はこの異星人を許し、この惑星を後にした。それだけかい。作戦じゃない。オプション。オプション変わってるかな？バトルスピードデフォルトなってるけど、高速か。いや、デフォルトで、この辺いいよね、これでね。バトル BGM ランダム。この辺は変わってないから、OK なんだけど、これ下にも行けるけど、下行っていいのか？行っていいのか？ OK。あっと、ちょっとパソコンの処理が重くて止まるね。重いですけど、よし。はい、OK。いいね。なんかでも、強襲サイヤ人の方がもっとスピード感があった気がするな。ちょっとこれやっぱ容量重くなってるんですかね、激震フリーザ編になってから。そういう感じがしないでもないけど。はい。あの緑のやつ、これもナメック星なのかな？違うな。これ、やっぱこっちの緑のやつかな？もしかして。なんかそういう気もしてきたけどね。まあ、特にどうこうないんだったら、もう行っちゃってもいいんじゃないかなと思うけど。よし。ちなみに、その左のさ、左の、これはどうなんだい？これはなんもないのか？ああ、なんもないんだね。オッケー、わかった。多分こっちなんすよね。こっちが正規ルートだと思うんだけど、これじゃないの？こっちの緑のやつ。なんかナメック星といえば緑のイメージがあるんだよね。ナメック星人カラーだからね。これいけるでしょ？あらあら、いけるいけるいける。
行こう。よし。来た。やった、ついにナメック星に到着した。意外と早いね。やった、ついにナメック星に到着したわ。待っててね。今、大気の成分を調べるから。しかし、すでにみんな外へ出ていた。これはあの、お決まりのやつだよね。ここ僕がピッコロさんに修行してもらったところにちょっと似ている。ああ、サイヤ人と最初に戦ったところだろ。本格的に故郷に似たところが落ち着くんだな。ちょっとあんたたち、なんでいきなり外へ出ちゃうわけ？少しは考えなさいよ、バカ。さあ、トットロドラゴンボールを探すわよ。はい、ブルマはドラゴンレーダーのスイッチを押した。反応が、やっぱりあったのよ、ドラゴンボール。やったやった。ブルマさん、あっちこっちでやたら強くて邪悪な気をたくさん感じますよ。いやーね、何言ってんの、それナメック星人よ。ピッコロや神様があの強さなら、本家がすごい気だってちっとも不思議じゃないわ。はい。その時、ベジータとキュイの宇宙船がナメック星に到着した。やだ、マジ、どうしてあれが二つも来るわけ？だよね、タイミング良すぎだよな。フリーザの野郎め、ドラゴンボールは絶対に渡さんぞ。見つけたぞベジータ、これで堂々と貴様を殺せるわけだ。フリーザ様の命令だ、ドラゴンボールは貴様には渡さん。はい、どうすんの、もうダメよ、地球に帰るしかないわよね。でしょ、早く帰ろう。あんなやつらにドラゴンボールを取られたらおしまいです。大丈夫、こっちにはドラゴンレーダーがありますから。一個でも僕たちが手に入れてしまえば、彼らがボールを7個揃えて願いを叶えることはできません。Z 戦士は早速ドラゴンレーダーでドラゴンボールがある位置を確認した。しかし奴らはスカウターという相手の位置や能力が分かる機械を持っています。もしかしたらもう僕たちの存在に気づいて邪魔をしてくるかも。慎重に行きましょう。はい。おお、この曲、マジか、マジか、やばい、ちょっとね、ちょっと鳥肌が立っておりますよ。この曲をここで使ってくるとは。これあれなんですよ、スーパーサイヤ伝説のフィールドを見てた時の曲なんだけど、もう音楽がね、ファミコン仕様だよね。はい、ちょっとマップ見てみますけど、もうやっぱりね、全然違う、原作の教習サイヤ人と、もう全然違うわ。これはちょっと楽しみだな。また、あ、なんかここ1マスなんかあるけどね。これはまたちょっと違うゲームをやってるような感覚になるかもしれない。これは、なんかこういうのあったよね。こうちょっとこうへこんだね、ところとかさ。あったな、これ。穴開いてるところとか。これは面白い。もしかしたらこれ、あれじゃない？スーパーサイヤ伝説の、なんか、イベントも絡んでくるかもしれんぞ、これ。いや、予感、そんな予想だけど。なぜなら、ほら、こういう洞窟あるんですよ。洞窟っぽいところ。これって原作の、激震フリーザーになかったから、こういうのは。で、スーパーサイヤ伝説にあったんだよね。だから、もしかしてこれ、なんかそういう予感がしますよね。とりあえず、どこ目指しゃいいんだろう。村を目指すのかな？村を、そうだ、ドラゴンレーダーって、ある。ああ、はい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 。こっちか。この村を目指していけばいいのか。で、東の方、あ、これだね。この村も目指していけばいいと。オッケー、ちょっと楽しみになってきましたけども、はい。じゃあ、とりあえず一回ここで区切りましょうか。はい。そうしましょう。じゃあ、次は、この村。この村ね。ここ。はい。行きたいと思いますんで、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。